人の生き死には一睡の夢。剣心様、このままでは挟み撃ちにされるのも時間の問題。まだです。全軍突撃、武田軍中央を突破します。伝令、伝令、上杉謙信自ら突っ込んできます。よかろう、来るなら来い。武田の流儀にて盛大にもてなしてやろうぞ。武田信玄、勝負！望むところよ。今日のところはこれまで。川中島での軍配は上杉謙信、武田信玄のどちらにも挙げられることはなかった。再戦を誓った謙信は再び川中島へと兵を進め、いざ信玄と一戦を交えようとしていた。武田信玄、今日こそ決着を。激突川中島。こたびこそは甲斐の虎を撃つ。毘沙門天の加護ぞある。軍神に武田の力を存分に見せつけてやれ。いやー、甲斐の虎、私有を決す時が来ました。あえてと、なぜこのわしと戦うか。それは天の定めなり。ならばその天命とやら見せてもらおう。無駄なこと。皆の者、私に続け。狙うは甲斐の虎ただ一人。お主を倒し上洛の礎としてくれるわ。無駄なこと。やれやれ、軍神の相手も楽じゃないね。毘沙門天は戦がり、甲斐の虎を供物に捧げましょう。ただ一人の兵をも無駄にせぬ夫人、金城鉄壁とはこのことか。うん、これがわしの夫人よ。この苦しみもひとときのこと。ありがたく。我が忠節、今こそ見せる時。道を開け、我らが大将のお通りを。ありがたく。無駄なこと、無駄なこと。
ぞ。進め。俺様も忙しいっつーの。ただじゃ死なれ。あんたも見せたら。貝の武田に敵はなし。アナヤ、素晴らしき戦、狙わくば、トアに浸った。こらよ、トア。人呼んで、サルトビサスケ。さーて、俺様に勝てるかな。イナロン、ついてこれるかい。ここ一番の踏ん張り時じゃ。軍神さん、あんたを倒すのは血と気が引ける。だが、主の敵は俺の敵でもあるんだね。せめて主の名を汚さぬよう眠れ。大さん、申し訳ねえ。サスケ、無理するな。引け。動くこといかずしの振るうがごとし、攻めよう。貴様の思うようにはさせん。そう、真田幸村剣山。さすが生きながらに神と呼ばれるだけはある。実に見事な戦ぶりよ。上杉殿、ぜひお手合わせ願いたい。どきなさい。お前に私は倒せません。安心に学び、そして超えてみせよ。必ずやこの雪村超えてみせましょうぞ。無限法要、戦場こそがまことなり。虎の魂を受け継ぐ者、己の未熟さを知るがよ。ひとらお前には天命が見えぬ。これほどまでとは。わしの前に出るとはいい度胸じゃの。おれ、わしが貝の虎武田信玄よ。はあ、今行くぞ、武田信玄。おお、わしは逃げを隠れもせん。俺たちは諦めねえぞ。最後まで。深く、この雪村、満身しておりました。下がれ雪村、この未熟者が。いざ参る。もうのままに軍港を開けよう。もがくこともまた美しい。味わうがいい。毘沙門天の御旗を掲げよ。皆の者の神道、私が預かる。
ありがたく。無駄なこと。ありがたく。そなたの行く先は読みがふさわしい。我ら武田軍、総力を挙げて戦うのみ。この勝負、私は忘れませんよ。無駄なこと。再会を待ちわびていました。いざ、始めましょう。おお！私はただ求めるもの、あなた様との美しき時を。さすが宿敵と見込んだだけはある。このわしと向きを顔色一つ変えぬと。剣士様、俺たちを導いてください。何故私はあなたを求めるのか。剣を交えるのはそれを悟るため。あなた様に感じる数奇の恩師、別の世でも戦っていたのでしょうか。いつの世だろう。待つのはこのわしよ。その立ち筋は、おお、面白いし。剣士、お主からは学ぶことが多いぞ。これが虎と呼ばれるゆえ、武田の極め、なんと鋭きこと、実に良きこと。剣神様、火球のようにございます。織田、豊臣両軍が攻めてまいりました。ならば、一旦引く。うん、この勝負を預けよう。続きは必ず。戦の最中に受けた知らせ、それは織田豊臣両軍による上杉領侵略の事実であった。またもや信玄と決着をつけることができなかった謙信は、未練の念を振り切り越後へと急行したのであった。しかし長谷道場にて独眼流伊達政宗が謙信の前に立ちふさがったのである。ただかけるのみです。独眼竜を撃破せよ。
なんとここに来て伊達軍にまみえるとは。何を急いでんだい軍神さんよ。谷草に悪しき影が迫っているのです。そこをどきなさい。容赦はせぬ。無駄なこと。お寺に拝見と行くか。なかなかの腕前じゃねえか。ありがとう。おめえら蹴散らしてやんな。承知。伊達軍の防衛線を突破せよ。剣心様に続け。行ったで。ひとときとて無駄にするつもりはありません。小次郎、見せてみろよ。おっと、ここを通すわけにはいかねえな。てめえの相手はこの片倉小十郎だぜ。龍の右目よ、そなたと相まみえること以前より楽しみにしていました。できれば別の機会にお会いしたかったが、このように切迫した状況ではなく。あなたとは一度酒でも酌み交わしたかった。ところは何時も無情な。拙者、己の身の戦を知る次第でござる。あなたには映らぬようですね。ああ、俺には政宗様の勝利しか見えぬのだ。引け、小次郎。政宗様、申し訳ございません。魔王のおっさんも豊臣秀吉もどっちも気に食わないのは同じのようだな。恩敵は解散するがどうだ。気が合うね。何倍にして返してほしいんだ。一つよろしく頼むぜ。我らが大将のお通りを特攻しようと。必要なところまで加勢はしねえ。その輝きに芽生いか。スルギュ、お前も輝いてます。そなたの行く先は読みがふさわしい。今この時に命を懸けてんだよ。無限法よ、戦場こそがまことに仏におなりなさい。死になっちまった。
してしまいってわけじゃねえよな。奥州筆頭伊達政宗、押して参る。さあやろうぜ軍神、あんたの実力をこの目で見たい。ならば解くと見なさい私の力を。剣神様の美しさ思い知れ。クールな顔して何考えてるんだい軍神。無教師すぎ、ただそれが俺は眼中ねえが、その余裕が命取りだぜ。やるね軍神の飾りじゃねえ。竜よ、己の名に恥じぬよう死ね。今日も絶好調ですね。深く踊ったか。はい、ありがたく。毘沙門天の導きなら、これも天命なり。Thank you.